生も死もない道の世界で眠ってたみんなを呼び覚ました。すべてのエルディア人は道でつながっている。それはおそらく始祖ユミルがつながりを求めているからだ。僕らに何かを求めて。ベルトルト。 サバーさん、俺たちの望みは叶わなかったよ。安楽死計画は間違ってなかったと今でも思う。でもあなたとキャッチボールするためならまた生まれてもいいかなって。だから一応感謝しておくよ父さん。僕は 君から全てを奪った。命も力も大切な記憶も。だから分かるんだ。ここでじっとしてられない。みんな力を貸してくれ。 いい天気じゃないか。 地鳴らしが止まった。おい、ノデ、いくらかかってこようと。本当に地獄が好きなんだな、エレン。いいよ、最後までとことん付き合ってやるよ。